今日が昨日に変わる頃、明日が今日に変わる頃、常世の闇への扉が開く。闇路の水先案内人、あやかし語り、語り部の行庵と申します。水の会。おやおや、まさかこのような場所に人の子が迷い込んでしまわれるとは。失敬、私魚田と申します。地と水の狭間に存在するこの次元の管理者をしております。本来人の子がここへ迷い込んで来られることはめったにありません。なんせあなた様の生きる次元とは違う次元なのですから。そうですね、元の次元に戻るには来た道を引き返せばよいのですが、この次元は複雑な構造でしてね、時が経てばその道は変わられてしまい、帰り道は塞がれてしまいます。また道ができるには少しばかりお時間がかかるかと。どうか泣かないでください。あなた様のその美しいお顔に涙は似合いませんから。どうです。その帰り道が再び開かれるまで、私のお話を聞いてはみませんか。すぐに終わる短いお話を二つ三つ。ささ、そうと決まればこの椅子におかけください。では、話しますよ。最初は、川のお話です。川。ある日のこと、7歳になったばかりのみっちゃんは家族みんなと一緒に水辺でキャンプをしていました。大人たちはテントを張ったり、バーベキューの支度で大忙しです。お母さんは言いました。支度ができるまでそこの川で遊んでらっしゃい。みっちゃんは元気よく返事をして、兄のマー君、妹ののんちゃんと一緒にすぐそばの川へと走ります。三人とも川へ飛び込むと、着ていた服がびしゃびしゃに濡れました。しかし三人は気にしません。今日は服が汚れるくらい好きなだけ遊んでもいいよとお母さんに言われているからです。水遊びをしたり、足元を自由に泳ぐ魚を捕まえてみたり、三人ともとても嬉しそうです。どれくらい川の中で遊んでいたでしょう。あれ、何？のんちゃんがキャンプ場とは反対側の水辺を指さし、不思議そうに首をかしげます。みっちゃんとマー君も指を刺された方を見ると、どうやらそれはボールのようです。木の長い枝にそのボールは引っかかっています。あ、ねえねえ、あのボールで遊ばない？マー君が提案します。ちょうどその場の遊びが尽きてしまっていたので、みっちゃんとのんちゃんは遊ぼうとうなずきました。誰があのボールを取りに行くの？じゃあ僕が取りに行くよ。さすがはお兄ちゃん。みっちゃんの問いかけに、マー君は自ら進んで取りに行くと言いました。しかし、やだ、
私が取りに行くの。末っ子だからと子供扱いされるのが嫌だったのか、のんちゃんが泣き出しそうな声で叫びます。わかったわかった、じゃあのんちゃんが取ってきて。涙がこぼれそうになっていた目元を腕で拭い、のんちゃんは大きくうなずきました。浅くて流れのゆるい川の中を一歩また一歩とのんちゃんは歩き出します。小さな体をしたのんちゃんのとても大きな挑戦です。もう少しもう少し、そしてついに無事に枝に引っかかったボールのところまでのんちゃんは歩き切りました。ボールを持ち上げようとのんちゃんは両手に力を入れますが、重いらしくて持ち上がってはくれません。重いボールなんて初めてかも。けれどここでみっちゃんやマー君に手伝ってもらったら、ここまでやってきたことが無意味になってしまいます。のんちゃんは必死に持ち上げようとして、ついに、うんしょ、持ち上げることができました。重いそのボールを両手で抱え込み、みっちゃんたちのもとへ戻ろうとまた歩き出します。みっちゃん、マー君、ボール取れたよ。笑顔を作ってのんちゃんは言いますが、どうしたことでしょう。マー君の顔が真っ青です。マー君どうしたの。異変に気がついたみっちゃんが聞きます。いや、ああ、ちょっと僕、お母さんたちに支度はまだか聞いてくるよ。うん、わかった。先にのんちゃんとボール遊びをしているね。うん。お母さんのもとへ走ったマー君が、それから再び川辺に来ることはありませんでした。みっちゃん、ボール持ってきたよ。あれ、マー君は？うん、なんかね、お母さんたちに支度ができたか聞いてくるんだって。先にボール遊びしてマー君が来るのを待とう。うん、じゃあはい。のんちゃんはみっちゃんの前にボールを差し出しました。ボールの黒い部分がさらさらと重力に負けて下へと滑り落ちていきます。黒に覆われていたその下が今明らかになりました。うつろに開いた二つの穴の中には、白く濁ったビー玉のような瞳が一つずつ、変な方へ折れ曲がった鼻、カサカサに乾いた唇。そう、それは生首でした。マー君が先にお母さんのところへ戻ったのは、のんちゃんの持っているそれが生首だと気づいたからなのでしょうか。二人は悲鳴を上げて、のんちゃんは持ち上げていた生首を落としてしまいます。ぐしゃ。誰なのかさえわからない生首は川の中にある岩の上に落ち、その衝撃で粉々に砕け散りました。バラバラに砕け散った頭蓋骨、どろりとした脳みそ、赤黒い液体が下流へと海へと流れていきました。以上、川をお届けいたしました。
カンカンと太陽が私たちを見下ろす中、海を見ただけで急にテンションが高くなった水着姿の光春はバカみたいに騒いでいる。あ、今の訂正。バカの光春が騒いでいる。カノちゃん、早く海に入ろうよ。光春くん、ちょっと待ってよ。ビキニ姿のカノが一足先に海に飛び込んだ光春の後を、そんな二人を見て私は思わずため息をついた。ああ、やっぱり海に来るのは断ればよかったな。ともか、どうかしたか？ため息をついた私を心配したのか、横にいる亮が私の顔を覗き込む。いや、私邪魔なんじゃないのかなって。そもそも、初めに海に来ようと言ったのは、同じクラスの光春と、その光春の彼女であるカノ。二人じゃ寂しいから、見ていてお似合いな私と亮を呼んだわけだけれども、正直、私は海に来たくなんかなかったし、亮と付き合っているわけでもないし。亮だって、私とお似合いなカップルだね、なんてみんなに言われてるけど、亮からしたら迷惑なんだと思うし。海になんか来なきゃよかった。それを言うなら、俺も邪魔なのかもな。そんなことを。せっかく来たんだしさ、光春たちは光春たちで楽しんでいるようだし、俺たちも楽しもうぜ。うん。けれど、海に来なきゃよかったと思う本当の理由は、他にもう一つある。金槌といえばわかるだろうか。そう、私は16歳になった今でも泳げないんだ。泳ぐ練習をできる限りやったけど、それでもダメだった。全然うまくなりゃしない。だからもう諦めちゃった。私には生まれつき泳ぎの才能なんてないんだって。じゃあ俺たちも泳ぎに。ああ、私喉乾いちゃったな。ちょっと海の家で飲んでいくから、亮は先に海に入ってて。痛い言い訳。亮は分かったって言うのかと思ったけど、全然違う答えが返ってきた。俺も海の家に行くよ。女の子一人が海にいたら何かと危ないからな。亮は優しい。男女関係なく誰にでも。だから結構モテる。なのに、なのに。可愛くない容姿をしたこの私のそばに亮が常にいるのはなんでなんだろう。どうした？早く行くぞ。え、ああ、うん。亮に泳げないと言ったら他のみんなのように笑うんだろうな。海の家に着き、案内されたテーブルに腰掛ける。周りのみんながクスクスと笑っているのは、きっと私がブスだからだ。ブスな私が、かっこいい亮といるから。ともか、どうかした？亮、ごめんね。私なんかとお似合いなカップルだとか周りに言われちゃって。え？え？いや、なんでもない。っていうか、ぶっちゃけ、ともかと海に来れてよかった、なんて。私から目をそらして遠慮がちにそういう亮の顔が赤いのは、気のせい？亮、それってどういう？ご注文はお決まりになりましたでしょうか？運がいいのか悪いのか、店員さんがやってきた。あ、俺、フルーツオレ。じゃあ私もそれで。かしこまりました。ペコリと頭を下げ、また違う人の注文を聞きに行く店員さんの後ろ姿を見つめていたら、亮が思い出したかのように言った。なあ、知ってる？海の子みーちゃんの話。知らない。
階段か何か？そうそう、海の底にいる両足のない女の子で、海水浴をしている人の綺麗な足を見つけたらもぎ取っちゃうんだって。ふーん。階段なんて興味ない。ましてや泳げない私にはとても関係のない階段。軽く聞き流していると、店員さんがフルーツオレを二つ持ってきた。こちら注文されたフルーツオレになります。それでは。コトンと目の前に置かれたフルーツオレに刺さっているストローを加えながら、私は重い口を静かに開く。りょう、実は私ね、泳げないんだ。え？何回練習しても上達しなくて。だから私といても楽しくないから、そこら辺にいる可愛い女の子に声かけて楽しんできたら？嫌だ。え？俺は友果と一緒にいたいの。泳ぎの練習俺が教えてやるからさ。いや、でも本当に練習しても上達しなかったし、やるだけ無駄なんじゃないかな。そんなことない。ほら、行くぞ。ぐいっと腕を引かれて、お会計を払ってから海の家から出る私たち。まだフルーツオレ半分しか飲んでないのに。じゃなくて、え、私が寮と泳ぎの練習？寮に浮き輪まで買ってもらって。ああ、これはもう練習しないといけないのか、と抵抗するのをやめた。腰くらいまで水の浸かる海の中に入ってて、私と寮の泳ぎの練習が始まったのだった。どれくらい泳ぎの練習を続けていただろう。何回練習をしてもうまくならなかった私が、水に浮かぶことができるようになるまで上達した。あとはそのまま、足をバタつかせれば前へ進む。簡単だろ？うん、なんか泳げる気がしてきた。その時、知らない女の子三人が寮に話しかけてきた。さっきから見ていたんですけど、泳ぎを教えるの上手ですよね。私たちにも教えてほしいなぁ、なんて。ダメですか？明らかに寮を目当てで近づいてきた女の子たち。寮は困っているようだったから、私が背中を押してあげた。私のことは気にしないで教えてあげて。私一人で練習しとくから。でもいいから。寮は申し訳なさそうな顔を私に向けてから、じゃあ教えますと三人を引き連れて少し離れた海水浴場へと歩いていった。あの女の子たちは可愛いからきっとお付き合いとかするんだろうな。ああ、さようなら、私の初恋。寮の買ってくれた浮き輪の中に体をくぐらせ、前かがみになって足をバタつかせてみる。少しながら前へと進んだ。寮のいない今、私はひたすら足をバタつかせた。どんどん沖へと向かっていることに気がつかないまま。私の初恋は寮。今まで真剣に誰かに恋をしたことなんてない。だってみんな私のことが嫌いだったから。小学校、中学校の間は同級生のみんなが私をいじめて、誰かが私を好きになるなんてことありえるはずがない。高校生になると同時に転校して、全く知らない同級生たちとの高校生活、楽しいけれど本当は嫌っているんじゃないかと疑っちゃってる自分もいて、そんな自分が大嫌い。そして寮に恋をして、けれどきっと寮は私のこと好きじゃない。これはなんとなく思ったんだけど、私を好きになるわけがないんだ。不細工だし、ほとんど無口だし、ネガティブだし、好きになるわけないんだ。あれ？
無我夢中で足をバタつかせたせいか、気がつくと岸からずいぶん離れていた。やだ、早く戻らなきゃ。泳ぎを教え終えた亮が、もしかしたら私を探しているかもしれない。急いで戻らなきゃ。方向転換をしたその時だった。ゾクリとした凍りつくような何かが背中を走り抜ける。思わず固まって息を飲むのも忘れてしまうほどの悪寒。辺りを見渡しても当たり前ながら誰もいない。岸から楽しそうな声が聞こえるだけ。そして思い出す、寮の階段。海の子みーちゃんだっけ。海の底にいて綺麗な足を見るともぎ取っちゃうとかなんとか。あまり考えないようにしよう。まず私の足ってそこまで綺麗じゃないし大丈夫よ。自分にそう言い聞かせて岸へ戻ろうと足をばたつかせた。しかしガブッ、ああ猛烈な痛みが右足を走った。私の周りの青い海が赤く染まっていく。痛い、いや、何なの。パニックになる私。バタバタと足をバタつかせて、両手もバタバタ水を叩いて、頭の中が真っ白。パニックになりながらも水面を見ると、見覚えのあるシルエットが浮き出ていた。細長くて、ヒレがあって。ああ、ザッパーン。海中からジャンプした、細長くてヒレがある生物。それは、サメだった。開いた大きな口の中には、私の右足だったものがすっぽりと収まっている。いやあ！痛みと恐怖が入り混じった叫び声を上げると、サメはまた海中に潜り込み、ガブッ！私の左足を食いちぎったのです。以上、海をお届けいたしました。彼氏ができた。これで二人目の彼氏。名前はハヤト。あの日以来、私なんかに彼氏ができるとは思わなかったから嬉しい。そこまでノートに書いて動かしていた筆を止める。嬉しい。ううん、とても嬉しいに書き換えよ。消しゴムで嬉しいを消し、とても嬉しいと表記し直したのは、大学生のミヤ、20歳。ハヤトという同じ大学に通う男性に告白され、付き合うことになったミヤだったが、その出来事を今、日記に記していた。私にまさか二人目の彼氏ができるなんて、思ってもみなかったよ。ミヤは高校生の時、カナメという同級生の彼氏がいたのだが、ひどい束縛と重すぎる愛のせいで別れてしまっていた。それから顔を合わせることも連絡を取ることもなく、何事もない日々を送っていたのだが、それはハヤトと付き合い出してすぐに起こり始めた。ブーブーガチャ。はい、
浜崎ですけど。もしもし？ガチャ。つーつーつー。ハヤトと付き合い出して1週間。今のような無言電話が毎日のようにかかってくるようになった。それだけじゃない。毎朝ポストには、愛してる、いや、君は俺のものだよ、など、筆で書かれた紙が何枚も入っている。外を歩けば視線のようなものを感じるし、ミアは日に日に体調が悪くなっていくのだった。ハヤトと付き合い出して3週間。ミアの体調に気がついたハヤトが、顔色が悪いね。何かあった？と問うてきた。ミアはハヤトに心配や迷惑をかけたくなかったけど、このままでは自分の身が危ないと思い、遠慮がちにハヤトに明かした。束縛彼氏がいたこと、無言電話のこと、ポストの紙のこと、すべて言い終わる頃にはミアは恐怖と安堵で涙を流していた。そんなミアにハヤトは優しく肩を抱くのだった。俺が思うに、そんなことをしているのは元彼だな。金目が？どうして？今までこんなことなかったのに。束縛する元彼さんは、俺と付き合い始めたことが気に食わないんじゃないかな。そんな。大丈夫。俺がミアを守るから。何かあったら連絡して。ハヤトは携帯を取り出し、ニコリと笑ってみせた。ありがとう、ハヤト。迷惑かけてごめんなさい。謝るなよ。ミアは何も悪くないんだからさ。ミアはここで初めてハヤトに打ち明けてよかったと安堵の笑みを見せる。ハヤトはそんなミアにつられてまた笑顔を浮かべるのだった。それから数日後、相変わらず続く無言電話と手紙。けれど、今回は少し違っていた。愛してる。君は俺のものさ。好きだよ。そういえばこの前、彼氏と会話してたよね。俺がミアを守るからって。そいつは君を助けてなんかくれないよ。俗。ミアは、背筋が凍りつくのを感じた。どうしてハヤトに打ち明けたことを知ってるの？まさか見られてた？ドックンドックンドックン。ミアは気持ち悪くなって髪をビリビリに破いてゴミ箱へと捨てた。夜、気分を紛らわせようとミアは浴室へ向かい、お風呂に肩まで浸かる。明日、警察に言おう。やっぱりハヤトに迷惑かけたくないし、このままじゃいけないと思うし、何より私が怖い。あ、新しい種類のシャンプー買ったんだっけ？ハヤトの好きなバラの香り。ハヤト、喜んでくれるよね。じー。何やら視線を感じ、あたりを見渡す。すると窓に人影が映っているのが見えた。けれど窓は曇りガラスで、それが誰なのかはわからない。背は大きくて、体格からして男性。その人物は確実にミアの入浴シーンが目的でそこに立っていた。キャー！ミアが悲鳴を上げると、その人物は窓から消える。けれども、ミアはお構いなしに浴室から出て、タオルを体に巻いたまま、携帯を手にする。もしもし、ハヤト？ミアか、どうした？ミアは、ハヤトに電話をかけていた。お風呂に入ってたんだけど、誰かが窓から覗いてて、とにかく来て！おう、今から行くから待ってろ。
そいつは君を助けてなんかくれないよ。今朝の手紙を思い出す。ハヤトはちゃんと守って私を助けてくれる。今だって私の家に来るって言ったもの。何が助けてなんかくれないよ。ふざけないでよ、カナメ。恐怖と不安が入り混じる中、すっかり冷えてしまった体にため息をつきながらも、ミアはパジャマに着替えた。ソファーの上で体育座りをして、ハヤトが来るのを待つ。そこでミアは思った。大学から帰る際、ハヤトによく家まで送ってもらったことはあるけど、中には入れたことはない。ましてや、家の中を見られるなんてもってのほか。私の家、別に散らかってないし、ハヤトを家に入れても大丈夫だよね。そう安堵の息を吐いた刹那、チャイムが鳴った。ピンポーン。ミア、俺だけど。ハヤトの声。ミアは玄関の扉を開けて、すぐ目の前にいるハヤトに抱きついた。おい。怖かった。私どうなるんだろうって。ミア、大丈夫。俺が来たからもう安心していいな。ミアはハヤトの腕の中で何度もうなずく。そしてハヤトはミアをなだめながらも家の中へと入った。リビングのソファーに腰掛けさせたミアを横目に、ハヤトはリビングから見えるキッチンへと移動した。冷蔵庫を開けて牛乳を取り出し、棚を開けてコップを取り出す。牛乳をコップに注ぎ入れ、電子レンジで何分か温める。ハヤトはテキパキとした動きでホットミルクを用意し、ミアの前にある机の上に置いた。これ飲んだら落ち着くだろう。うん、ありがとう。ミアはホットミルクを一口飲み、ふぅと息を吐いた。ハヤト、あのね、明日警察に言おうと思うの。え、なんで？やっぱりハヤトに迷惑かけたくないし、こういうことは警察に言った方がいいと思うから。俺じゃあ力不足？そういうわけじゃなくて、ただハヤトと安心した毎日を過ごしたいだけ。ミア、わかった。明日警察に言いに行こう。そして金目を捕まえてもらおう。うん。そううなずいたミアの表情は先ほどと違い、随分と和らいでいた。それから二人はたわいのない会話を交わしたりしている間に、いつの間にかソファーの上で眠っていた。朝になった。キッチンからは何かを焼く音とともにいい匂いが漂ってくる。ミアはそれに気がつき目を開けた。ハヤト、何してるの？おはよう、ミア。ミアのために朝ごはんを作ってあげようと思ってさ。もうできるから座って。うん、ありがとう。少し経ってハヤトの手によって運ばれてきた朝ごはんを目の前に、ミアはごくりと喉を鳴らす。卵焼きに味噌汁、ほかほかのご飯に納豆まで。いただきます。いただきます。二人は手を合わせてから朝ごはんを食べ始める。それにしてもハヤト、よく食器や調味料の場所が分かったね。ミアは気になったので何気にハヤトに聞いてみた。え、うんうん、この家のキッチン、俺ん家のキッチンと似てるから、もしかしたら俺と同じような場所に置いてあるんじゃないかなって。一瞬顔を曇らせたハヤトに気がつかないミアは、特に気にするまでもなく、どんどん朝ごはんを口へと運ぶのであった。ごちそうさま。朝ごはんを食べ終えた二人は、自分の分の食器をキッチンへと運んで皿洗いをした。ハヤトがちらりとミアの顔色を見ると、ハヤトがいることで安心したのか、だいぶ良くなっていた。それを見て、小さく安堵の息を吐いたハヤトは、静かに笑みをこぼす。
やだ、何笑ってるの？え、いや、ミアの顔色が昨日に比べて良くなっているから安心したんだよ。えへへ、ずっとハヤトが私のそばにいてくれたから。張り詰めていた糸が切れたのか、お互いに笑い合う二人。ほんわかとした優しいこの場の空気に、ミアは心の底から安心しきっていた。俺、先に玄関で待ってるから支度してこいよ。そうハヤトに言われて、櫛で髪をすいたり、軽い化粧をつけるミア。今から警察署に行くんだ。要のどの過ぎたストーカー行為をやめさせてもらうために。奥の部屋にあるカバンを取ろうとリビングを歩く。途中、ちらりと玄関の方を見ると、ハヤトが何か思い詰めた表情で一点の場所を見つめていた。考え事かな？ミアは特に気にするまでもなく、奥の部屋に置いてあったカバンを手にし、玄関へ行こうとリビングを歩く。ちらっ。再び玄関で待っているハヤトにミアが視線を向けると、やはりさっきと同じ場所を見つめながら何か思い詰めた表情をしている。確か、ハヤトの見つめているその場所は、浴室。浴室といえば、昨日あんな怖い目にあったせいで、体や髪を洗えなかったな。あ、もしかして今の私、臭いかな？ハヤトに不潔な女だとか思われてる？でも、今回は要のせいで、不安が脈を打った。けれど、ミアはそれを振り切って、ハヤトに近づく。遅くなってごめんね。ああ、そんなに待ってないよ。ミアが話しかけると、ハヤトは我に返ったのか、いつもと変わらない顔でミアを見る。ねえ、これ見て。ミアは自分の頭を指さす。そこには、ハヤトの大好きなブランドのピンがついていたのだが、ああ、ミアに何を言おうとしたのか思い出した。てっきり喜んでくれるかと思ったミアは、ハヤトのそのセリフで心臓が大きく脈打つ。思い出したって何を？ハヤトはいつもと変わらない表情で、いつもと変わらない小姉でミアにこう言った。お前ってさ、シャンプー変えたんだな。以上、風呂をお届けいたしました。そろそろ帰り道が出来上がる時間にございますゆえ、お話はこれでおしまいです。まだいろんな水に関わるお話がありますが、今回ばかりは仕方ありませんね。おや、なんだか不機嫌そうな顔をしていらっしゃいますね。あなた様には合わなかったんですかね。申し訳ありません。また迷い込んでしまわれたその時に違うお話をお聞かせいたしましょう。さあさあ、後ろを振り向いて、そのまままっすぐ進めばあなた様の世界に戻れます。ですが、決して振り返らないでくださいね。この次元から一生帰れなくなりますゆえ。ではごきげんよう。また会うその時まで。まあ、またがあるかどうかはわかりませんけれどもね。以上、水の回、お届けいたしました。
たたり。実際にあった出来事の伝承話。神様なんていないんだ。惑わされちゃダメだよ。呪いなんて人間が言ってるだけのことさ。俺は信じないね。そう言っていた彼は、彼女と帰ってから会社に来なくなってしまった。行商のおばさん、熱湯。これは近所に住む行商に行っていたおばさんの話です。そのおばさんはいつも朝早くから T 市の田舎の方に行商に行っていました。息子夫婦は船乗りで、おじさんとおばさんは朝早くに仕入れを終え、商品を仕込んで8時頃から午後3時くらいまで惣菜や魚などを売り歩きました。老夫婦は行商から夕方頃に戻ってきて、掃除や後始末をし、息子夫婦とご飯を食べて一日を終えました。毎日がその繰り返しでした。ある時、魚をさばいていると、野良猫がその魚のアラをくわえて持っていくそぶりを見せたので、おばさんはカーッとなってお茶を沸かしていた熱湯を猫にバシャッとかけてしまいました。猫はギャーと叫んで倒れ、死んだかと思われましたが、しばらくするとヨロヨロと張ってどこかに消えていきました。その叫び声は猫の鳴き声というより人の叫び声のようだったので、近所の人たちがびっくりして、そのおばさんのところに駆けつけました。様子を見て察した人たちは、なんてむごいことをとなじりましたが、おばさんは鼻息荒く、邪魔やと人々を蹴散らしました。これが一連の出来事のすべての始まりでした。猫。それから二三日、その猫は全く姿を見せませんでした。もうどこかで死んでいるやろう、むごいことをする、かわいそうに、と近所の人たちは噂して心配しておりました。すると突然、町内アナウンスが流れ、近所の班長さんが呼び出されました。何事かと集まると、海上で事故があり、行商に行っているおばさんの息子が船のウィンチに巻かれ、頭を砕かれて死亡したのです。漁師町では海で事故があると験が悪いと言って、失業していた船は皆一旦港に戻ります。女たちは浜に迎えに出なければなりません。沖に出た船は一斉に戻り、事故の後始末や警察、消防の出動など、小さな村はバタバタと一時騒然となりました。近所の人がおばさんに知らせるべく、家に入って呼んでも返事がありません。まだ行商から帰っていないのでしょうか。再度呼んでも返事がないので、二三人で中へ入ると、階段の下でおばさんが倒れていました。上から落ちたのか、背中が血まみれで、頭打ち、泡を吹いてうなっています。言葉も不明瞭で、何を言っているのかわかりません。一家の中で、
母親と息子が同時に災難に遭ったため、親戚や近所は大変なことになりました。死。頭を二つに割られぐしゃぐしゃになった息子の体は、包帯でぐるぐる巻きにされているものの、検視の後、時間が経っているため生臭い匂いとお嫁さんの泣き叫ぶ声に囲まれ、村の出席者も弱りきった葬式となりました。母親のおばさんまで病院にいるため、何かのたたりではないかとあちこちでひそひそ話が絶えず、突然の不幸は何やら忌まわしいものに感じられました。おばさんは打撲がひどかったため、熱と炎症で頭が狂ったようになり、背中の痛みと苦しみに夜も眠れず、ううとうなりっぱなしで、付き添った夫がノイローゼになるほどでした。こんな嫌な葬式もないね。あちこちでそんな声がささやかれました。葬式が終わって一週間ほど経った時のことです。片方の耳が溶け落ちて、背中が醜くただれた猫がよろよろと草むらに現れました。近所の人が見かけて、ああ、あの時の猫だ、かわいそうに、と近づいて餌をやりましたが、食べる気配もありませんでした。じっと死を待つのかもしれません。かわいそうに、猫にあんなむごいことをするからだよ。いつしか人々がささやくようになり、おばさんの不幸は村のみんなの噂の的となりました。言葉。おばさんはやっと熱が下がり、言葉が話せるようになりましたが、しゃがれた声で、う、あ、あと不明瞭な言葉でしか声を出すことができなくなっていました。その声はまるで発情期の猫のような声で、あの猫の一件を知っている人が聞くとゾッとするような気分にさせられました。10日後、近所の人が山に出かけると、例の猫が草むらで死んでいました。舌をだらりと出し、目を向いて死んでいる様子を見て、苦しかったろうと思わず見つけた人は涙を流して言いました。猫の遺体は四国周りで覚えた護衛家で供養してやり、晒しに巻いて海に流してやったそうですが、猫の目は最後までなかなか閉じることがなかったそうです。気狂い。四十九日が過ぎる頃です。お嫁さんの様子がおかしくなりました。それというのも、小学生の子供が寝ていると背中が熱い、背中が熱いと言って熱を出すようになり、毎晩泣いて母親にぐずるのです。これではお嫁さんまで眠れなくなりました。それも必ず一度はうぎゃーと叫ぶため、近所の噂を耳にしていたお嫁さんはお姑さんの所業を呪いました。ある日、子供の声にたまりかねて、お嫁さんは夜中に手鍵という先の曲がった金物を持ち出し、お姑さんの商売道具に穴を開けて回りました。発泡スチロールの箱や包丁、たらい、かごに至るまで手書きで打ち、あるいはキーキーと引っかくような音が一晩中響き、朝方になると家を出て山に向かいました。お姑さんは恐ろしさに震えて、お嫁さんを止めるどころではありません。近所の者総出で山狩りを始めましたところ、以前猫が死んでいた草むらに手鍵で自分の喉や背中を切り裂いて、お嫁さんは息絶えておりました。お嫁さんの目はカッと見開いていたそうです。お祓い。村のお寺に房州のお寺がありました。普段は住職は修行に出ていたり京都に行っていたりして不在なのですが、つてをたどって村の者が願い出ました。
あの家の付き物を払ってやってほしい、と。明らかに事の発端はあの猫の一件から来ている。村の人たちはそう確信していました。段取りが整って払いに入る肝心のその日、住職を近所の藩の者が総出で待つのですが、なかなか待ち合わせの時間に到着しません。子供は床を転げ回り、うぎゃーっと泣き叫んでいます。人々は耳を塞ぎ、何万ダブ、何万ダブと唱えました。2時間ほど遅れて住職が到着するなり、みぎゃーと大きな声が部屋中に響き渡りました。人々は気が気でなく、皆額に冷や汗を垂らしていました。住職は巻物を手に部屋に入り、四方を向いてお経を唱え、祭壇を組み始めました。すると、うーっと住職がうなり、前に飲めるようにして言いました。七代たたる。これは止められない。だが、人数を減らすことはできるかもしれない。住職の頭には汗がだらだらと流れていました。人々は皆手を合わせ、心から猫の成仏と行商のおばさんの起こした罪の許しを乞いました。制約。3日間にわたり手法が行われ、お坊さんはまた京都に帰っていきました。村に来た時よりも随分とやつれて帰っていかれました。部屋の四隅にはお札が貼られ、猫が死んでいた草むら近くに祠を安置し、そこにもお札が納められました。この祠の供養は子孫が代々追うものである。制約がなされない場合には、罪を肉体もてあがなうものなり。一週間後、子供の熱は下がりましたが、今度はおじさんが亡くなりました。おじさんは、おばさんが猫にお湯をかけたあたりで心臓が止まって、目を向いて死んでいました。69歳でした。祠。それ以来、祠には近所の者、藩の藩長、そして熱を出していた子供が、鰹節と水を備えに行くようになりました。子供の背中には、首の下から一面に赤いあざが残りました。おばさんはその後うつ病になり、精神病院に入院しました。残された子供は、近くの親戚の家に引き取られ、時々山にお参りに行っています。成人して家庭を持った彼らの子には、皆一様に背中に赤いあざが一面に現れました。近所の人々はこれを見て、猫のたたりだと顔を見合わせうなずきました。今でも祠には時折延べの花が飾られることがあります。災難による妙な死に方をする家族の者は、かれこれ11名を超えました。村ではこの出来事を引き合いに出し、畜生は言葉を出せないのだから、その分念が強い、むごいことをしてはいけない、と子供たちに教えています。バツバツ町第3版、藩長、美貌記録より。私の母が、デイケアに通う施設に、その行商のおばさんの親戚の人が入っているのですが、お風呂に入る際、背中に一面のあざが出ていて、びっくりした、と言っていました。うちも猫を飼っているのですが、たまにデイケアのバスが戻ってくるのを私が出迎えに行くと、そのおばさんの目がキラリと光っているのです。目の玉が縦に細長い、そう、三日月を立てたような目でじっとこちらを見るのはなぜなんでしょうか。近所の子供が
猫ババアと言ってバスを指さすと、そのおばさんがキーな目で子供をにらみつけています。子供はまるでのように固まってしまい、ただバスが通り過ぎるのを待つだけなのです。あなたのそばにもそんな目をしたおばさんはいませんか？以上、行商のおばさんをお届けいたしました。蛇のたたり、七つの墓、白い墓石。外場郡腰曲がり町の海岸沿いに向かうバスがカーブを曲がるとき、キラリと光る白い石碑を見つけました。途中、虹の川という川沿いの店に食事に入った際、カウンターで、あの山の上にある七つくらいある石碑は何なんですか？と尋ねたところ、ええ、あんなところの見えるの？とみんな一様に不思議がりました。場所的に言ってバスからは見えないと思うんだけど、こういうところならあるよ、とおばあちゃんと店主が次のような話を教えてくれました。おばあさん、隣の部落の出来事だそうです。ある日、おばあさんがいつも通り畑へ行った後、山の畑から転がるようにして戻ってきました。おばあさんは、蛇が、蛇がと言ったなり倒れてしまったそうです。おじいさんが抱き起こして話を聞くと、畑に長い長い恐ろしいほど長く太い大蛇が現れたそうです。身の丈一寸六尺ほどの大きさで、鎌首をもたげておばあさんをじっと睨んだそうです。おばあさんは蛇と目が合った途端腰砕けのようになり、目を離すことができなくなって、半ば正気を失ったまま方法の体で逃げてきたのだそうです。おばあさんはかろうじてそのことを話すと、再び、蛇が、蛇が、ああ、と叫び、息絶えました。おじいさんはショックでカーッとなって斧を持ち、山の畑に急ぎました。そこにはおばあさんの言ったように、確かに長く太い大きな蛇が畑の真ん中に悠々と伸びています。見ると蛇は眠っているようなので、今こそおばあさんの仇と斧を振り上げ、八つにぶった切ってしまいました。つがい、蛇の体の切り口からたくさんの血が飛び散りました。血は川を伝って下流へ流れ、その時の血でこのお店の横の丸々の川が真っ赤になったという言い伝えがあります。おじいさんは声だめにその身を入れ始末しました。そして山から下に降りて、おばあさんの弔いをしました。蛇をやっつけた、仇を取ったぞ。おじいさんの話を聞いた村の者は、
蛇はたたるけん、そのままではいかん。それにそんだけ大きい蛇やったら、つがいでいるかもしれん。すぐ山に上がるんじゃ、と言いました。わしは別に悪いことしとらん。しぶるおじいさんを連れて、村人たちは、桶や、紐、酒、米、塩を担いで、再び山に上がりました。桶は八つあり、そのそばに行くと、大きな大きな、二寸近くの化け物のような大蛇が、鎌首を上げて、村人たちを待っていました。目は金色に光り、チロチロと赤く長い二股の舌を出して、人々を威嚇しました。お許しを。ここなるバツバツの家のばあさまが、そなた様の蛇様を見て死んでしまいましたら、それで逆上してしたことでございます。許してつかさい。村人たちは驚いて腰を抜かし、このような大きな蛇は守り神だったのではないか、とただひたすらひれ伏しました。さすがにおじいさんもびっくりして、申し訳ねえ、申し訳ねえ。おらのばあさんが腰抜かしておっちんだもんで、許してくだせえ、とひれ伏しました。明訳。空には雷鳴が光り、山がゴゴゴと鳴動しました。我はこの山に住み、年を得たオロチ。連れ添いに里に降りるのは危険と言い渡していたが、このように変わり果てた姿になるとは。そなたらが弔いをし、十三代にわたって我らを祀るのならば許そう。だが、約定をたがえるのなら、そなたの一族の命はもちろん、村人の命もない。すべて皆殺しにする。そなただけではない。この山里の者の命も奪う。覚えておくがいい。大蛇が言うや否や、雷鳴が畑の木に落ち、村人の一人が絶命しました。肉の焼ける匂いが充満し、畑に植えた木五本はすべて落雷にやられました。我らの命は長い。我が一族の命も念も尽きることはない。申し渡したぞ。ここから立ち去れ。人々は雷鳴を恐れ、這いつくばりながら血素を変えて、方法の体で長を呼びに走りました。祭り。話を聞いた庄屋の一族と村長は、村の神主と僧侶を連れ、さらに祈祷師を呼び、山に再び上がろうとしました。が、祈祷師は山を見上げた途端、助けてくれ！こんなのにかかったら命がない！と逃げ出してしまいました。神主と僧侶は精進決裁し、皆ひれ伏しながら、黙々と頂上を目指しました。山の上から生臭い匂いが漂ってきます。村始まって以来の危機かもしれん。村長はそう考え、白装束に身を固めて、物々しく行進しました。東山、つぼみが原のさわらびの、思いを知らぬか忘れたか。古くから蛇よけと伝わる歌を歌いながら、皆ガタガタと震え、額に汗を流しながら、生臭い匂いのする山に上がりました。あにまにまねままねしれしゃびて。一心に経文を唱えながら畑に行くと、大蛇はおらず、声だめが八つ並んでおりました。人々はただいまよりお祭りさせていただきます。申し訳ございません、と腹から声を出し、山の頂上に近い棚田のような土地をきれいにし、そこに墓を作りました。声桶は八つだったのですが、どういうわけか
一つの桶の中身が空になっており、墓は結局七つの墓となりました。神主が祭りをし、僧侶が供養すると、ゴロゴロと雷鳴がとどろき、天から大きな声が聞こえました。約束を果たせ。人々はひたすら拝み、心からの供養を誓いました。疲れ果て、重い足取りで帰る途中、村に通じる途中の坂で、いきなり、うわーっと叫んで、おじいさんが滝に向かって走り出し、真っ逆さまに滝壺に落ちていきました。非業の死。再び川は血に染まり、村の者たちは震え上がりました。疲れ果てた村人が家に戻ると、先ほど滝に身を投げたおじいさんの身内の者が来ており、私どもの子供が熱を出し、肩に妙なあざができているのです、と半泣きで子供を差し出すのです。見ると、子供の背中には汗が伝い、右の肩のところにまるで蛇の鱗のようなあざがくっきりと浮き出ています。ことの司祭を聞いた母親は、わーっと泣き伏し、なんてことを、この子の命も取られてしまう、と釜で我が喉をついて絶命しました。立て続けの不幸に、庄屋の長が、この子は私のところで引き取ろう。この子を司祭にし、祭りを続けなければ村人の命も危ない、と人々に言いました。皆、暗い表情でうなずき、黙々と遺体の後始末をしました。昭和バツバツ年の頃のことです。消息。その後、その家の一族は、いとこ、はとこに至るまで、現在に続く者はおりません。何でも、七代目くらいまでは妻子も続いていたとのことですが、王子に住む子孫にあたる人は、高熱を出し、上ごとのように、蛇が、蛇が、と言い、そのまま帰らぬ人となったそうです。遠い遠い親戚が村の外れにおりますが、気性が荒く、狂ったように暴れるので、村の嫌われ者でした。蛇を見ると捕まえては、上あごと下あごを持って、二つに裂いて、お仲間じゃないか、と笑い、転げ、食べていたと言います。最後は、井戸に頭を突っ込んで死んでおり、頭と顎が割れて、舌が二股に裂けていたそうです。蛇のたたりは恐ろしい。この七つの墓は、2000バツ年、村長と神主の手により、ひび割れた石碑が修理されましたが、年に一度の供養の大祭以外は、草に囲まれた鬱蒼とした気配の漂うところです。今でも細々と村の年寄りにより供養が行われております。この村に熱病が流行ると、オロチやと人々が顔色を変えるため、村の寺社では蛇よけの御符と呪文を配布しているそうです。バツバツ村、村長、美貌記録より。後日談。飲食店の店長さんからそんな話を聞いてはいましたが、昔話と思って気にはしませんでした。ある日、バレーボール仲間の K さんが、なんかあそこのそばを通ってから胸が気持ち悪い、と具合が悪そうな表情で言い出すまでは。K さんの実家は、あの石碑のある村のふもとにあり、山菜採りに山に上がった直後に体調を崩したそうです。K さんはその日早退し、2、3日休むと言ったっきり、帰らぬ人となりました。小学生と中学生の娘さんが母親に取りすがって泣くので出棺ができずに、長く、また悲壮なお葬式となってしまいました。死因は心不全としか言いようがなく、まだ若いし、バレーの選手でも活躍していたので、みんな納得のいかないものがありました。ただ、上ごとのように、蛇が、蛇が、と言って亡くなったそうです。言ってはいけない。
と言われている場所を通ったことありますか？地元の人が言うのには何かしら理由があるのです。通る際には丸々よけのお札やお守りが必要なのかもしれませんね。以上、蛇のたたり七つの墓、お届けいたしました。首吊りの倉庫。倉庫。R 町の海岸沿いにある無料駐車場のそばに3軒の倉庫が建っている。漁業関係者が網などをしまっている共同の倉庫だが、普段は鍵など特にかけてはいなかった。ある日、網の修理をしようと一人が倉庫に入ったところ、トンと何かが肩に当たった。ふと見上げると暗い中にうっそうとした何かが揺れている。それが何なのかと目を凝らそうとしたところ、自分の肩に当たったのが誰かの靴であることに気づき、作業員 A は腰を抜かした。人が、安分。後ろ向きに腰を抜かしたまま背中から這うようにして出てきた作業員に親方を不審がり、おいと声をかけたところ、空中にぶら下がる足を見た。親方も声が出ず他の者に声をかけた。作業の手を休めて声をかけられた二人組が倉庫に入り絶叫した。その声に数人の漁業関係者が集まり、ただごとでない様子に警察や消防を呼び、港は一時騒然となった。警察の現場検証が始まったが、現場発見者に検証を行うも、もう二度と見ない、こんなもの見られるかと確認どころか暴れ出す始末である。嫁さんや家の者の説得で何とかなだめて足だけ確認させたものの、次の争点はその足がどの位置に下がっていたかという点になり、警察署の管轄による検証の続く中、発見者は2名とも心労により倒れてしまった。5センチ。結局5センチ足が白線より出ていた。倉庫の中を丸々所轄のエリアとバツバツ所轄のエリアに区切ってあるということで、取り調べは丸々所の行うところとなった。首を吊った男は S 市にて捜索願いの出されていた26歳のノイローゼの青年である。彼はわざわざ海辺の町まで降りてきて、勝手に他人の倉庫に入りおもむろに首を吊ったのである。倉庫の持ち主はその青年とは何の関係もなく、この男の所業に困惑すると同時に怒り心頭で血圧が上がり、しばらく床についていた。網の持ち主も弦が悪いと網を買い替え、漁師が網を買えるということは何千万もの損害であるが、お払いをしてもらった。海岸沿いの小さな村ではしばらくはどこへ行ってもその噂で持ちきりであった。以降
倉庫にも鍵がつけられるようになったのだが、第二の悲劇が再び起こった。蒸し暑いある夏の夜のことである。白い車が何度も浜辺の駐車場を行ったり来たりしてうろうろしているため、近くの漁業関係者が不思議に思い呼び止めたところ、ダッとのごとく逃げ去った。夏になるとおかしなよそ者が来るものだと文句を言い、関係者が帰る準備をした時だった。網をしまう倉庫にダダダダッと黒い影が走り込んだ。さては泥棒と思い、仲間を呼んで数人で倉庫を取り囲んだ。相手が倉庫から出られないように構えて、手には番毛まで持っている。警察を呼んでも到着まで30分もかかる小さな村では、男たちの気も荒い。この手でとっ捕まえてやると全員がいきり立った中、倉庫の中から奇妙な叫び声が聞こえた。電灯を手に二人組んで中に入ると、倉庫の梁から男が首をつってぶら下がっている。影は二体。電灯で下から光を浴びせたため、だらんと下が伸びた男の顔を直視し、一名が心筋梗塞を起こしかけ、夜中に大変な騒ぎとなった。大変だ！浜で人殺しだ！正確な情報ではないのだが、人殺しという言葉に反応し、血気盛んな漁師の男たちが何事かと駆け寄った。救急車、警察、村の寄り合いの者、家族の者、入り乱れて浜の駐車場は普段になく赤々と灯され、見聞は夜中の2時になっても終わらず、騒動は明け方近くまで続いた。発見者の E 氏はそのまま心筋梗塞にて入院、数日後に死亡した。今回の自殺者は T 氏のものと判明。また漁業関係者の中にも数人発熱し倒れる者が出たため、全席2日間出漁は停止した。以降夜間の浜の倉庫への出入りを監視するため、駐車場近くの入り口は閉鎖された。今でも時折不審な車が倉庫に入ろうとするのを見とがめることがあるという。高校生。2000抜年の夏、花火大会の帰りに高校生たちが肝試しをしようということになり、この海岸沿いの駐車場が選ばれた。この倉庫で首吊りがあったんだってよ。怖いもの見たさに6人の高校生が集まった。手には缶チューハイを持ち、大人の目を盗んでこっそりと倉庫に入った。肝試しゲームの始まりである。倉庫の中の電球の玉を取ってくるのが勝者のポイントということにした。はじめは冗談から始まった話であったが、いつしかみんな真剣な表情に変わり、一人が入って1分ごとにまた一人と3軒並んだ倉庫の中に入っていった。一軒の倉庫は最初に首吊りのあった倉庫、二軒目の倉庫は後から二人の首吊りのあった倉庫。ポイントの高いのはもちろん実際に首吊りのあった倉庫の電球だ。最初の少年は勢い込んで一軒目の倉庫に入っていったが、中に入ったっきり10分経っても出てこなかった。仲間は待ちくたびれて、後から二人が二軒目の倉庫に入り、続いて三軒目の倉庫に残りの生徒が入っていった。それから10分ほど過ぎて、三軒目の倉庫から少年が一人戻ったが、待っているはずの仲間の姿が見当たらない。電球が見当たらなくて、と入った証にとゴム手袋を持って出てきた。仲間にどうだったかと聞きたかったが、さすがに今からもう一度倉庫に入る勇気が出ず、うろうろしているところを漁業関係者に捕まり、追加された。少年たち。きつくとがめられ、仲間と肝試しを、と白状した彼は、漁師に原骨を喰らい、涙目ですいませんと謝りながら、漁師と共に倉庫に仲間を呼びに行った。
帰り支度を始めていた漁師たちは苦虫を噛みつぶしたような表情で少年をせかす。彼の証言通り、まず一軒目の倉庫に向かったが、少年の入ったはずの倉庫には鍵がかかっていて誰もいない。あれ、おかしいな、こんなはずじゃ、とまた小づかれるのを恐れて頭をかばいながら漁師たちと二軒目の倉庫に入る。やはりここも鍵がかかっていて誰もいない。漁業関係者の冷ややかな視線を受け、嘘じゃありません、僕ら本当に入りました、とゴム手袋を振りかざし、自分が入った三軒目の倉庫に向かうと、倉庫の中から明かりが漏れている。少年は自分の言ったことが嘘でない証拠とほっとしたが、この倉庫は夜間電気はつかないはずだが、と今度は漁師連中の方が不審に思った。嫌な予感がして背中に緊張が走る。漁師が先頭に立ち、扉を開けるとカビ臭さとともにムーッとした匂いが鼻をついた。黄色い明かりに照らされて黒い沼のような血だまりに運動靴が一足落ちている。キーキーとロープが電灯の傘をこすって嫌な音を立てていた。見上げると少年が天井からロープにつられ逆さまに下がっている。足が絡まったのか鼻血を出して絶命していた。顔が赤黒く腫れていて、これが仲間の姿と気づかない様子で、少年はぼーっと眺めて、そしてギャーッと叫んだ。続いて現場は男たちの悲鳴で阿鼻叫喚のるつぼとなった。警察や漁業関係者が呼ばれ、再び海辺の村に騒動が広がった。少年は腰を抜かし、口角から泡を吐いて漁師に抱えられて倉庫を出た。証言。すぐに警察と消防が呼ばれ、この少年に対して厳しい詰問が行われた。水をもらってどもりがちの証言ではあったが、少年によると1件目と2件目に3名の少年たちがいるはずだが、倉庫の鍵が見当たらず中に入ることができない。また3件目の倉庫にはあと2名の生徒がいるはずだが、鍵はかかっていなかった。彼らはどこに行ったのか。死んでいた少年は事故か他殺か。なぜ1番目の倉庫に入った少年が3番目の倉庫で死んでいたのか。すぐさま倉庫の持ち主が呼ばれ、漁業組合の者はすべて夜中の緊急出勤となった。残りの生徒がどこに行ったのか調べるため各家庭に確認するものの、家に帰った様子はない。倉庫の持ち主を呼んで、少年の証言に基づいて1軒目と2軒目の倉庫の鍵を開けた時にはすでに午前0時を回っていた。結末。1軒目の倉庫の鍵を開けると床に少年が倒れていた。転倒した際に頭を打ったようで、打撲と脳震盪を起こしていた。単に気絶していた。揺り起こすと白目を向いて転換のような発作を起こした。正気に戻るまで救急院に手当てを受け、しばらく時間がかかった。少年が言うには、電球を取ろうと倉庫の梁を覗いた際に男の足が見えたと証言しているところから、恐怖のあまり幻覚を見たのであろう。次に2軒目の倉庫の鍵を開けた男たちは床にへたり込む男子生徒2名を収容した。放心状態で失禁している男子生徒を詰問すると、倉庫に入って電球を手に出ようとすると勝手に鍵が降りる音がした。慌てて電灯をつけると、天井から2体の男性らしきぶら下がった遺体が見えたので、驚いて腰を抜かしたとのことであった。彼らはいずれも気絶放心状態であったため、他の仲間の姿を見ていない。救急車で病院に運ばれ点滴を受け、落ち着いてから警察の尋問を病院で受けることとなった。残り2名の男子生徒だが、現在に至るまで発見されていない。会場の捜索も行ったが、最後には家出と判断され、
現在も消息は不明である。検視の結果、上からロープで吊られたようであるというが、倉庫内の網やロープはすべて畳まれ片付けられていて、天井から下がっているような状態ではなかったし、首周りの擦過傷にも納得のいかない点があり、小突かれた少年に一時疑いの目も向けられたが、尋常でない力で吊り下げられた結果であるので、少年の死亡原因は最後には事故死ということで片付いた。肝試しから数年後の2000年、当時のメンバーで発見された4名の生徒のうち、3名とも海岸沿いの駐車場を見下ろせる山あいの木で首吊りでの自殺死を遂げている。生き残った少年は精神状態に安定を欠き、家族と共に引っ越して以来地元には戻っていない。何でも精神病院に入院しているという。あれ以来上を見上げるのが恐ろしく、地に這いつくばってうつ伏せに寝るそうだ。現在この3軒の倉庫は取り壊され、新しく別棟に建設されている。平成〇〇年、バツバツ魚連美貌記録より。以上、首吊りの倉庫をお届けいたしました。